にちは、皆さん。ウクライナ人のアリアです。エビ大好きです。今日は僕の夏休み21日目を続きたいと思います。今日はもう一回すごい やってみようと思っています。こういう秘密兵器はもう出ないのかな。もう一回できると思ったけど、昨日出なかったし、今日はどうかな、わからないから。あとテントもう一回行こう。なに？どうしたの？あんた昨日お風呂のお姉さんがお風呂に入ってるの気にしてたでしょ。エッチ。え？え？そんなことないよ。私調べちゃんはなんでそう思ったの？女の勘ね。あらま。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。そういえば私昨日お風呂浴びなかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでし た。いや、気にしてたっていうより気になった。まあまあ楽しかったですね。で今日楽しかったって砂糖水あるのかな。大丈夫、ある。ずっとこういう半分ぐらい残ってるけど、半分のより下にならない。今日は、もう一回調べね、ちゃんと。調べ、妹。調べちゃんと話しましょう。なんか悲しそう。どうしたの？どうしたの？エッチ。お前の母ちゃん、デビーソー。え？お母さんに言いつけてやるんだから。え？あ、やめて。おばちゃん怒ったら怖そう。かわいい、みんな。へへー。うちのお母さんが怒ったら、お父さんだって何度に閉じ込められるんだよ。かわいい。よし、何にも言わない。すいませんでした。申し訳ありませんでした。カブトムシで、カブトムシの戦いね。で、テント。あと、なんか、甘いものどっかにつけないといけないと思っていますが、どこがいいのかな？狼は甘いものが好きなんだよね。だから、多分、カメラの前が一番いいのかな。街どっかに塗ることができないよね。で、ちょっと相撲やって、今日の模試はどんな感じで見ちゃって。お。竜神池でキャンプしてるお姉さんって、なかなか面白い人なんだ。僕もああいうリリカルな大人になりたいな。何それ。リリカルって、美味しいの？リリカル？かわいいね。虫の相撲も人の相撲と同じで、勝てば勝つほど強くなるんだぜ。そっか、そういうことか。じゃあ今日はもう一回やりましょう。今日の虫は何の虫なのかな。強いのか。私、キング、なんだっけ、これ、カブトムシのキングで、あっちのキング。最初は僕からだって。戦いたい。じゃあ、これでいいかな。ああ、わかった。最初は、なんか、ガツくん買って、あ、いや、なんだっけ。秘密兵器の持ってる人はガツくんだから、ワツの、じゃあ、これでいいかな。ワツの番で、キングの死ぬ。頑張れ！頑張れ！あ、強そう。頑張れ、ハサミくん。大したことないでしょ。頑張れ。頑張れ、頑張れ。やった！いけるかも！いけない！いけない方がいいよ。
頑張れ。あれ、勝っちゃった。なんか一回みんなちょっと抱えてほしい。あのメガネくんじゃなくてガツくんになってほしい。これは強そう。頑張れ。おあー負けちゃう。あー強くなりたいよ。これで始まった方がよかった。じゃあ次は俺の番ね。そうで今は多分秘密兵器だが出るんでしょ。ちょっと見てみよう。ついにこいつの活躍する時がやってきたぜ。そう、わかりました。じゃあこれからカブトムシを出して、カブトムシでいけるのかな。あれ、ちょっとやってみよう。よし、いけ。よし、いけ。いや、私のカブトムシがいけ。お、お、頑張れ。お、いいよ、頑張れ。どうなの。やれやれやれ。こいつはめちゃくちゃ軽い。頑張れ。お、え、普通にジャンプできるの。あ、でもよしよ当然の勝利でしょう。そっか、怖い怖いんです。これ出す。よし、え、いけるの。え、え、でもスタミナは。え、待って待って待って。え、普通にいくら出しても大丈夫なの。え、ほんと。頑張れ。よし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 、いった。え、なんだなんだ。当然の勝利でしょ。え、そういうことか。じゃあ、あの普通に何回出しても大丈夫なの。でも私は弱い虫ばかりなんですけど、まあ、よし、いいんじゃないけど。これこれこれ、れ、いや、これから。うわ、よし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 、なんだこのボクシングさん。お、お、お、頑張れ。かゆくん、頑張れ。かゆくんがまだ来た。うわ、ボクシングやめなさい。当然の勝利でしょう。でも今日絶対に、絶対にじゃないけど、あの戦いたい。これも負けちゃった、これも負けちゃった、これも負けちゃった。これしかないんだけど、これめちゃくちゃ食べられちゃうすぐに。よし、行け。あ、そう、でもスタミナがなくなっちゃうから。よし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 。え、結構結構。よし、行け。いった。お肉は硬そう。私なんとかやるから。当然の勝利でしょう。昔クワガタどっかにあった気がするけど、どう？そう、これまだ出してないけど。じゃあちょっとずつでスタミナなくなるって。よし、行け。可能なのか。ちょっとしかない。よし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 、待って、すぐにやるな。頑張れ頑張れ、昔クワガタ。よし、行け。え、何これ、ひどい。なんか、よし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 、いった、いった。やめて、私の虫。よしよしよし、頑張れ。わあ、よし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 。あと2匹ぐらいで勝つと思うけど当然の勝利でしょう。ふう、アカシクワガタって空いてるんじゃないですか。もうあの本の中。いやいやいや、交換してもいいのかな。よし、行け。お、よし、行け。え、え、え、待って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 。頑張れ。
頑張れ頑張れ、おお頑張れ、これ結構いけるみたい。え、頑張れ頑張れ、おクワガタ、よし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 これ相撲じゃない、これレスリングじゃん。よし当然の勝利でしょう。なんかすごいことやってるんだ。これもこれも君しかいないんだ。頑張れメスのキング。よし行け。君スタミナが強いから。スタミナが強いよね。よし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 なんだこれ。頑張れ。当然の勝利でしょ。待って待って待って、まあチスタミナがなかったけど、どうやって。よし、んやるしかない。ごめんね、一匹の子ちょっと待って、なんか別のやつ交換しましょう。これここわがたも書いてあるから 2.2 もあまりね。これ何？11か。ノコギリクワガタ 0.2 おぉ。じゃあどうすればいい？どっかのなんか、あまり大切じゃないな。これも 2.2 の。これビッグだから、これ火を何する予定？これは、かゆくんが戻ってきた。どうしよう。これビッグだね。1.4 まあ、どっちも大丈夫なのかな。え？え？あ、1.4。赤石コアだ、コアガタか 2.2 は、なんか2ぐらいだったら、1.8 でも、これ、でも大丈夫なのかな。でも、宮間コアガタ今負けたから。1.4。うわぁ、これやってみよう。じゃあ、それと交換しよう。これで、倒すかもしれない。すごくこっち来て。ごめん、いきなり、秘密兵器に対して戦う。行け！頑張れ！あ！よし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 ！ダメダメじゃん。一回でも刺してくださいんだ。あ！負けちゃったよ。おお、勝ったんだ。嘘、なんで負けんだよ。やっぱズルはいけないね。8匹ぐらい使ったから。お母ちゃん、僕くんって本当に強くなったね。全然。うん、そうだな。ちょっとついてきな。え？いいことを教えてあげるぜ。お、何が？何何？いい子？何この顔。僕ちゃん、いいことを教えてやるよ。ここで丸ボタンを押してみな。え、何が起きるの？俺たち以外は知らない秘密の抜け道へようこそ。秘密の？そう、ここを通れば龍神池やてっぺん山なんてあっという間なんだぜ。とにかくボタンを押してみな。え、なんかみんなゲームの中じゃないけど、みんなボタンを押してみたい。あ、ジャンプした。え、秘密の道なの。わー、新しいイモシがいるんじゃん。あれ、ここは一体、え、一体どこなのここ。怖い、森の中。え、でみんなここでカブトムシ育ってるんでしょ。でっかい木の上に。だからこんなに強いのかな。そっか、まあじゃあ進みましょう。でかっ。え、なにこれ、これ本当に本当の木なの。え、めっちゃ綺麗な蝶々がいるけど、おい、どこにいたっけ。え、これすごっ、すごすぎ。蝶々も木も。綺麗。すごっ。
ちょっと待って、なんか新しいやつが出てきた。お、新しいやつが出てきた。やっぱあの特別限定のトンボはキングサイズの、まあでも私も買ってあるから。めちゃくちゃ綺麗じゃん。ここどうやって行けばいい？どこ行けばいい？ごめんなさい、すみません、道わからなくて困りました。あれ、まっすぐ行けばいいって。おボタンとか押したら、あれ道はこっち？いや、こっちから来たんでしょ。わ、なんか新しくないです。これキングサイズじゃん、すごい。いや、きっとどっかこっちにあるけど、あ、なんか進んだ。あ、なるほど。すごい、なにこれ、どこなの。木型折れて、うん、あのでっかい木から来たんだ。じゃあこっちなのかな。こっちじゃない。おわ、こんにちは。いや、見えない。あ、これこれこれ欲しい、これ欲しい。来て来て、お願いします。もう一回来て、私待ってるから。あのめちゃくちゃ綺麗な赤い蝶々がいる。え、もう来ないの。お、新しいポケットに。そっか、私虫たくさん持ってるから。しかもあの、いらない虫だから、まあ、とりあえずこれ逃がします。2匹あるから。ごめん、待って、あの、いっぱい、うわー、すごい、たくさんたくさんいっぱい新しい虫が出てる。でもどこまで来るのかな。ビッグ、すごい。これまあ、捕まえたことある虫でしょ。どこまで来るのかな、これは。え、いや、どこ行ってもいいですか。あれ、どうやって、下行くしかないでしょ。いや、わからない。こっちから来たんですけど、うん？こっち？じゃない。ね、マップ見るとなんか、ね。ここどこ？帰れないの？帰る。けど。え、意味あるのか？これ。これ意味よくわからないんですけど。え、なんかわからない。じゃあ普通のところまで行きましょうかね。どこまで行ったのかな全然わからない。あ、教えてくれてありがとうございますが、まあみんな多分秘密基地の秘密基地だから。そう、もしもし、なんかいるかな。いるない。そっか。でも私ポケットの中のスペースが全然ないから。なんか、いるかな？何？え？ほんと？じゃあ、別の木に行くしかないの。なんか面白いのは、まだ遅くなっていない。またこれ。なんでしょう。なんでしょう。そこには死んだ鶏が吊るしてあった。そう。そこちなんかどっかに甘いもの乗ったら、多分、
来るんでしょ、あのお金ね。なんで姉ちゃんと話してで一緒に置くのかな。どうした、どうした。もう秋が来たぞ、早く自分の家にお帰り。え、トンボたちの群れは私にそう告げているかのようだ。へえ、やっぱそうだね、トンボがいるとちょっと秋がそろそろ来るってこと感じるのかな。トンボがいっぱい。ちょっとこの青いトンボが捕まえたいけど。いや、いらない。青いやつが欲しい。お、そう、新しいブレイズポケットに、で、あの、なんか、あの、ユリクワガタいらないやつがいたから。あ、でもこれもいらないか。そう、これ逃げ出したら普通にいける。ね、聞いて。来たよ。何読んでるの？何やるの？森の本。面白い？今日からもう、ちょっとだけ秋なんだよ。え？なんでそう思ったんだ？トンボ。トンボがたくさん飛んでるよ。かわいい。あれ、いつの間にかすごい数だな。うん。私、小さい頃、あのふもとの町に住んでたんだ。ねえ。あの日もちょうど、今日みたいにトンボがたくさん飛んでた。うん、まだ私が今のボク君より小さかった頃、家族と一緒にこの辺にハイキングに来たことがあるんだ。その日私はいつの間にか迷子になっちゃってさ、うん、夕方になって心細くなって、あれの大きな石の上に座って泣いてたんだ。へえ、空の。そしたらあの声が。どんな声？え？空のじゃないよ。怖くなった私は夕梅の山道を一目散に逃げ走って、気がつくと私を探しに山を登ってきた青年団の人に保護されてたってわけ。へえ。じゃあこの恋に助けられたの？うん、なんとなくそう思ってきたんだ。何の鳴き声なの？日本狼。とっくの昔に絶滅したはずの日本狼の声。ねえ、素敵。すごい。なんか思ったより心が優しいけど、今は。ほら、僕くんの写真できてるよ。え？どの写真？え？カメラに撮られた写真なの？ちょっと見たい見たい。かわいい。いきなり光った森の中、僕はとっても、何？怖い？ビビった？なんか朝顔の花はまだない。本ばっかり読んでたら目悪くなるんじゃないの？頭悪いよりはマシでしょ。わかる。頭が悪いよりいいでしょ。じゃあ狼のこと何も言わなかったのかな。なんかシュガとか好きな狼とか、シュガって砂糖水、ちょっと待って、私せんべい持ってるから食べる？ちょっとしょっぱいと思うけど。まあまあ、夜になってる。うわ、また取られたんだ。そう、あ、こういうことか。でかわいい。なんか、カメラは、こっち向いてるのに、鶏はあっち。カメラはここ、鶏はそこ。
何もわからないんです。ちょっと上に行って、こっちは虫の木だったっけ。そう、ここ毎回チェックしたい。なんかいるかな。どう？やったやった、カブトムシのメスだっけ。じゃあとりあえずポケットにあと何かいる？なんかいるかな。何もいないや。ちょっと殴ったらポケットから、どうしよう、まあ見てみよう。どっちがいい？まあ今出ないかな。なんかいるかな。出ないよね、よかった。じゃあカブトムシのメス残す。で、これから帰りましょう。おじさんが毎回口切ってる、はい、今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができています。はーい。僕くん、もう狼娘のところに行ったかい。うん、行ったよ。写真をもらったよ。何の写真？え、僕の写真だけど。あら、ずいぶん仲良しなのね嫉妬してるの？じゃあ、いただきます。いただきます。ハンバーグじゃん調べちゃんは嫉妬してるの？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。え、マイナイちゃんどうしたん？あれどうしたん？話しましょうか。あのさ、何？萌音ちゃん、一緒にお風呂入ろう。え？なんで？一緒に入ろう。背中流してあげるから。え、いいんですか？なんか最近女の子に囲まれてるんだから。大丈夫なの？あら。あのさ。うん、何？ふん、恥ずかしい？お姉ちゃん失恋しちゃったんだあ、顔赤くなってる顔赤くなってるんだえ、何それどうしたの？大丈夫か？あ、よかった。姉ちゃんに連れてきてよかった。姉ちゃんか。お、こんにちはここにいるのか。大丈夫？うん。なんだか萌音姉ちゃん大失敗の巻って感じでした。いや大丈夫、頭とかクラクラしない？うん、お父さんに怒られちゃった。今の私はやけくそなんだって。え、お姉ちゃん本当に高校行かないの？うん。え、どうして、どうして行かないの？ねえ、僕くんくらいの年の男子でも女の子の裸って興味あるの？どうかな。あるわけないか。ああ、私も可愛い弟いたのにな。え？いや、なんでもないの。みんなすごく慣れてきたのっていうことか。おやすみ。ごめんね、姉ちゃん。私用事があるから。虫並べないと。これとかね。これ出してなかったっけ？カウトンボ。山中？山中？え？か、の川のそばに住んでいて、何の色なの？青い色に、茶色いろんな色の羽を持つ。めちゃくちゃ可愛い。なんかちっちゃくて可愛い。で？あ、これでかい。キングで。鬼トンボみたい。
むかしとんぼ。むかしとんぼなの？化石になるぐらい、おむかしからいるんだって。すごいやつだな。すごい。むかしとんぼ。かわいい名前。よし。林の馬追い。林の馬追い。ずいちょっていう鳴き声が、馬子？馬子？上、あ、馬子？馬子？が馬を追いかけ声に似ているから、馬追い、あ、馬追いって、馬追いっていう名前がついたんだって。かわいい。ずいちょ、ずいちょ。そういう馬の追いかけ声なの？あと他の虫、すっごいいっぱいこのノコギリクワガタはいっぱい。あの、そろそろ何かしないといけないと思うけど。上はどう？あ、なるほど。よし、これで大丈夫です。おやすみ。寝ちゃまでいる？じゃあ、私が寝るところを見るの？まあいいけど、私たち一緒にシャワー浴びたから、シャワーって風呂に入ったから。よし。8月21日は、どうなったんでしょうか。はい。やっぱそうだ。お風呂で、のぼせて変な夢、僕だって終身期なんだから微妙な小学生心え、なんで水が緑なの？今日はここまでです。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、ライブボタンをお願いします。バイバーイ。また明日。